全国レトロゲームファンの皆さん、こんにちは、ケインです。今日はですね、プレイステーション2用ソフト、ランブルローズというゲームをプレイしていきたいと思います。ランブルローズ、スタート。ですね、このゲームはですね、舞台は、架空の女子プロレス団体なんですけども、わりかし、セクシーな感じの可愛いお姉ちゃんがたくさん出てきますんで、プレイしていきたいと思います。昔ちょっとやってたと思います。ちょっとまず確認からいきましょう。難易度簡単。エントランス、玄関。オープニングムービーのことかな。これはちょっとオフにしましょう。あとはわかんないから適当に。こんな感じでいきましょうか。では、ストーリーモードからいきましょうか。主人公はですね、10人ですね、今段階だと。そしたら、まあ、どれも可愛い子たちばっかりですね。ではこの不思議な感じがしてる紅影さんをちょっと使ってみたいと思います。我が名は紅影、内閣諜報部忍者部隊おつぐみの忍び。こたびの任はランブルローズなるレスリング組織の内定。ほうほうほう。幸い難なく組織に潜り込むことができた。しかしあまりにたやすくことが運びすぎる。こたびの任、何やら怪しげな気配は。せんないことだ。忍びは主の命に従うただの愚足。そして愚足がなすべき与えられた任務を果たすのは。ベニカゲ、マイル。ほうほうほう、急にすごい設定ですね。設定というかキャラクターギミックじゃなくて、そういう任を帯びてこの組織に入ってきたっていうことになってますね。早速試合のようですね。昔少しやってて、結構やってたかな。で、多分大体の操作方法はわかると思うんだけど、いきなり切られたぞ。相手はこの、こう立たして組んで川津掛け、ムーンサルト。走る姿もすごいニンニンしてますね。あー悪いですね。あー結構ヒールですねこの方。返されてる。あ、このゲージ1本溜まってるときは私いつでもこのキラームーブっていうのが出せるんですよ。ナムさんって普通言わないでしょう。ナムさん。ああ、返してくんな。お、払い腰。うん、空振った。おお。うまく逃げた。うわなんか食らってるし、うわえぐい、あぶねえ。おお、なんか出た。おお、三段蹴り。こちらのキラームーブっていう技を使ってみましょう。お、丸めこ、スワンホール。
よっしゃ決まった。見れば裏若い娘、しかしあの先尋常とは思え、入れ墨。娘、気がついたか。誰？アンズルナ、怪しいものでは。十分怪しいですよ。どうしてリングに？この娘、記憶を。もしや、クグツの宝術。お、水着になった。この大会、何やら怪しげな力が働いている。おとなしくされ。はあ、頭おかしいんじゃないの。忍者なら忍者らしく侍ムービーに出てれば。今一度言う、娘、正気を奪われぬうちにされ。嫌だって言ったら力ずくで止めるまで。紅影参る。ドロレスマッチだ。ほら、ほいしょ、ほいや。ほら、おきれい。おお、かっこいい。あ、登れるし。どすこい。あ、いいね。あ、道路だからすぐ動けないのかい。あ、でもグラフィック細かいですね。道路がちゃんと切る。ジャパニーズレッグロール。お客さんお喜びですね。おー、返した。画面が突っ込みましたよ。何したいの？あ、返し方分かった。 R 押しながら打撃ボタンなら打撃返せるし、おそらく R 押しながら投げボタン押せば投げは返せるっていう2択ですね、きっと。これはフォールか。返しますね。ほんとこれがまさにあの泥試合って感じです。あ、ドラゴンスクリアル。これは足と同じ。タイマーゲージ溜まりますね。お、切り返した。お、今シャイニングキラームーブだ。くる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 、そのままフォール。よっしゃ。忍者マジックね。それがしの後ろを取るとは、女、ただの看護婦ではないと見た。さあ、どうかしら。何を嗅ぎ回ってるか知らないけど、あんまり追い出しちゃダメよ。政府の
犬さん。それがしの正体を。何やつ。紅影、悪い人。アイグルのヤギ、盗む人。なんだこの子。やっぱりわからぬ。アイグル、紅影、殺す。この尋常ではない。そしてこの入れ墨、やはり傀儡。純朴な娘のむごいこと。お、リングですね。すごいこと言いますね、この子。切り切られた。ロースクリュー。これは？お、頭を決める技ですね。おー、喉落とし。おー、トラスキック食わった。ボディプレス。ジャパニーズレッコロークラッチ返す。あ、なんか探す。なんか出てきた。これは、これ狂気ですね。これめっちゃ傷たまるし。おお、なんだ、ドキ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 満タンだ。すごい、ほら。お、生き恥をさらすがよいわ。これどういう組み合わせなんでしょうね。膝と首あたり固めてたのかな今のは。何やつ。入れ墨、さては傀儡か。あの強い眼差し、術にかかっているようには見えぬ。